ディストリビューター。ディストリビューターは、火花点火内燃機関の点火装置を構成する部品の一つで、点火電流を各気筒の点火プラグに分配する装置である。デスビと略して呼ばれる場合もある。ディストリビューターは、複数のシリンダーを持つ火花点火機関において、イグニッションコイルで発生させた高電圧の点火電流を、各シリンダーの点火プラグに点火時期として、 適切なタイミングで通電する装置である。ディストリビューターには、イグニッションコイルから電流を受け取るセンターコードと、それぞれの点火プラグへ電流を送るプラグコード、接続されている。4気筒エンジンの場合は、イグニッションコイルに接続される1本と、各シリンダーのプラグへ電流を送る4本の、計5本のプラグコードが接続されているが、イグニッションコイルを内蔵したディストリビューターの場合は、 各シリンダーへの4本のみとなる。ディストリビューターは、エンジンの回転と同期して駆動される、ディストリビューターシャフト、デスビシャフトと、ディストリビューターローター、デスビローター、回転せずに固定された、円筒形のディストリビューターキャップ、デスビキャップで構成されている。デスビシャフトへ伝達される、エンジンの回転は、クランクシャフトから歯車などを介して伝達される、場合のほか OHC エンジンではカムシャフトから伝達される場合もあり、クランクシャフトに回転に対してデスビシャフトは1、回転する。デスビローターは回転する腕木構造で回転中心に入力電極を持ち、端部に出力電極を持つ。4サイクル期間では腕木が1本で、2サイクル期間では180度の位相差で2本の腕木となっている。デスビキャップは 中心部に入力電極を持ち、円筒の内壁周辺に、シリンダー数と同数の出力電極を持つ。入力電極は、イグニッションコイルからの電流をデスビローターへと伝え、デスビローターとは常に接触している。出力電極は回転するデスビローターの端部が、通過した時にイグニッションコイルからの電流を受け取り、点火プラグへと伝える。クランクシャフトの位相に対する通電タイミングが、 調節できるように、デスビキャップの固定には、ローターの回転軸に対する電極位置を調節できる機能が加えられている。同時に、デスビキャップは、ローターをはじめとする内部部品の保護部品としての機能も持つ。本体との接触部には、ゴム製のオーリングで密閉され、水分の侵入やホコリの侵入を防いでいる。また、入力電極と出力電極との間を絶縁するため、 電極以外の部分は絶縁性の高いプラスチックで作られている。ディストリビューターは一つのイグニッションコイルで多数のシリンダーへの配電が行えるため、比較的安価に多気筒エンジンの点火システムを構築可能な反面、電極で電力ロスが生じたり電極が経年劣化したりする。現在のエンジンでは点火時期をカムカセンサーなどにより電子的に検出し、 シリンダー数と同じ数のコイルをエ q キュで制御してディストリビーターを排したディストリビューターレスイグニッションと呼ばれる方式を採用する例もある。各シリンダーに対応するイグニッションコイルからそれぞれプラグコードで電力供給する作りのほか、プラグキャップの先端に直接イグニッションコイルを配置してプラグコードを廃止したダイレクトイグニッションと呼ばれる構造もある。 ディストリビューターキャップの基本構造は、デスビシャフトの中心軸上に、デスビローターにイグニッションコイルからの電圧を伝達する入力電極を持ち、デスビローターの回転円周上付近に、各気筒への配電を行う側方電極を持つ。多くの場合、入力電極は、黒鉛製のボタン構造の電極で、常にデスビローターと接触するようにスプリングで押し付けられて、 速報電極は、ローターとは直接は接触せずに、電力伝達を行うために銅などの導電性の高い金属である。ディストリビューターキャップは主にプラスチックやベークライトで作られており、他の電極への誤配電を起こさないように、外周部はリブが設けられた複雑な形状となっている場合があるが、キャップ自体の経年劣化などにより不具合を起こす可能性のある部品でもある。 特に速報電極の接点は、デスビローターと直接接触せずに通電を行うために、電極間で発生する放電火花により電極焼けやカーボンなどが堆積して、導電性が損なわれやすく、セミトラ式やフルトラ式に移行した後のディストリビューターでも適切な整備を行わなければ失火どのトラブルの要因となる。ディストリビューターギャップとディストリビューター本体の間には、 水分の侵入を防ぐオーリングが配置されており、場合によっては換気口が設けられている例もある。また、ディストリビューターシャフトにもエンジンからの油分侵入を防ぐオイルシールが設けられているが、これらのゴム部品が劣化することで、配電部に水分や油分が侵入してトラブルが発生する場合もある。ディストリビューターにはエンジンの回転速度やスロットル回路に応じて、 点火タイミングを早くする機構を備えているものもある。点火タイミングを早くすることを深刻と呼び、その機構を深刻装置と呼ぶ。エンジンの回転速度が高くなると燃焼室の膨張速度が速くなる一方、混合儀の火炎電波速度は空燃比が同じならば一定である。変化する燃焼室の膨張速度に対して、火炎電波のタイミングが最適にいるように、ディストリビューターシャフトには、 ガバナーと呼ばれる超速機が取り付けられている。ガバナーはシャフトに平行に取り付けられた一体の重りであり、エンジンの回転速度が高くなると遠心力で外側に広がり、コンタクトポイントの接触タイミング、すなわち点火時期が早くなる。エンジンブレーキを利用している時などのように、エンジンの回転速度に対してスロットル回路が小さくなった場合には混合にが薄くなり、 空燃比がおよそ11.5を超えると混合技が薄くなるほど火炎電波速度が遅くなる。こうした場合でも燃焼室の膨張速度と火炎電波のタイミングを適切に保つ、要、スロットル回路に応じた進革を行う機構が組み込まれいる。エンジン回転が高速で、スロットル回路が小さいと、インテークマニホールドに生じる負圧が強くなり、この負圧を利用した。 ダイヤフラムアクチュエータによりコンタクトポイントの接触、タイング、すなわち、点火時期を早めている。逆に、真空心核装置と同様の手法で遅か度させる、ことも行われる。昭和50年の規制強化時には点火時期を遅か度させる、専用のダイヤフラムが、走行時の点火時期制御を行う、真空心核装置と併用される立ちで装着される、ことになった。 ディストリビューターには、イグニッションコイルへの一次電圧を発生させる回路の開閉機構が組み込まれる場合も多い。以前は、機械的に接点を断接する、コンタクトポイントを用いる方式が一般的だった。コンタクトポイントは、デスビシャフトに設けられたカムによって、アームを往復させ、アーム先端部の接点を断接させる機構である。コンタクトポイントが組み込まれたディストリビューターは、 ポイント式ディストリビューターと呼ばれ、点火装置全体としては、ポイント式点火装置あるいは機械、制御式点火装置と呼ばれる。機械的な接点は摩耗するため隙間の調整や定期的な交換が必要で、摩耗部品が少なく、より信頼性の高い非接触式ディストリビューターが主流となった。セミトランジスタ式、通称セミトラディストリビューターは、 ポイント式ディストリビューターのコンタクトポイントを電気スイッチに置き換えた形式である。時期を帯びた非接触ポイントがディストリビューター同軸に非等数あり、非接触ポイントがピックアップを通過する際の電磁誘導でイグニッションコイルの一次電圧を制御する形式である。ポイントの摩耗や焦損がなくなったことで信頼性が大きく向上したが、ディストリビューターキャップの接点との接触部分の 摩耗による点火時期変化の問題は依然存在し続けたため、後にフルトランジスタ式へ移行することになった。フルトランジスタ式、通称フルトラディストリビューターは、セミトラ式やポイント式のカムによる接点機構を完全に廃棄、回転核センサーとイグナイターによってイグニッションコイルの平成魚を行う方式である。ディストリビューターギャップ以外の機械的な接点がなくなったため、 ディストリビューターの中では最も信頼性に優れる。現在でもダイレクトイグニッションを採用していないエンジンで用いられることがあるほか、旧車のレストアとしてポイント式やセミトラ式からの置き換えようとしても販売されている。ホンダ製エンジンのディストリビューターにはイグニッションコイルが内蔵されているタイプもあり、抗電時に発生するオゾンや熱により、イグナイターに不具合が発生するものがあった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。